当に言う、本当に言うの、なんかあの私のコスプレ人生が終わりそうなんですけど、これ多分もし言った瞬間に結構なあの傷を負うことになるよ、みんなも私も。それでもこの質問、誰だい書いたの、これ誰だい、皆さんこんにちは、コスプレイヤーのゆりです。今日はですね、今年の1月頃だったかな、1月頃に、ウィルスタッフの方のツイッターで質問コーナーを皆さんに募集したのかな、スタッフが。でそれを、やっと長らくお待たせいたしました、やっとスタッフの方からご連絡があり、整いましたということなので、今回その企画で YouTube をさせていただいて、スタッフお手製の段ボールのこの中に結構皆様、質問をお寄せいただいたような感じの数が入っておるので、頑張ってちょっとこの中から選んで回答させていただきます。まあそうしてくれということなので、はい、じゃあ早速やっていこうか、オープニングです。じゃあ一つ目引かせてもらおうかな。が、一つ目の質問、まあ、誰からとかは書いてないだろうけど、コスプレしたいと思ったけど断念したキャラはありますか、という質問です。聞きました、どなただろう、ありがとうございます。あります。実は、ここ最近挙げたキャラで、鬼滅のドーマ、それを一回断念したんですよ。一回断念したのはなぜかっていうと、まあ、ウィッグが難しい、あとあの形、ドーマの形を作るのが難しい、やれるのが難しいキャラだなみたいな、とことん突き詰められないなっていうようなキャラで一回断念したんですけど、やっぱ好きなキャラだったので、いや、多いって感じでしたね。あ、でもドーマはそうですね、残念したキャラかな。好き、じゃじゃん。これからコスプレをしたいと思っている人にアドバイスをお願いします。アドバイスか、まあ、コスプレっていうのは、まあ、お金がかかりますよ、正直。ビッグスタジオ代とか、まあカメラマン代払ってる人もいれば、衣装代も高いし、子供代とかも、でまあまあお金はかかるかなっていうのを踏まえた上でやることをお勧めするかもしれません。あとはもう愛情でどうにかなる。今目標にしていることはありますか？ある、あります。目標にしていること詳しく、いや、あの夢は誰かに語ると良くないので、これは私の中の思いだけでちょっとしまっておきたいなと思います。でもあの達成するために日々進んでますね、今も。楽しみにしてください、今後次々といきますね。2、ベルさんの使っている香水を教えてください。これはね、よく聞かれるんですけど、私ね、ジミーチューが結構匂いが好きで、私もいろいろ使ってるんですけど、ジミーチューだけじゃないんですよ、使ってるのが。なんですけど、一番好きな匂いだと、ジミーチューのなんかピンクの、あのこういう丸いやつが好きです、匂いだと。
されますか？刺されますよ。刺されるでしょ。終わりだよ。よし、次。ゆりさんのストレス発散方法は？私ですね、コスプレが一番のストレス発散方法で、で映画を見てお風呂に入るのも発散方法の一つかな。あとは自分が食べたいと思ったものを食べる。また教えなきゃってなるかも。これまでで一番高い買い物は何ですか？これまでで一番高い買い物、でもこれ全部かな、自分の人生的なもの。何買ったかな、覚えてないよね。高いの買わない。あっ、高いと思ったもの、コスプレの衣装であったかも。超高いみたいなのあった、5万ぐらい。なんかすごいクオリティが高くて、それがどうしても着たかったんですよ。それぐらいです。高すぎ。でも良かったです。これ来ましたね。なるほど、すごいね。ですね、こういうの一番読みにくいんだよな。質問の内容をじゃあちょっと読みますね。女性から告白されたことはありますかっていうご質問です。なるほど、気になるんですかね。気になる、気になる、気になる、スタッフも気になるの。あ、そう、気になっちゃうのか、なるほどな。これは言っていいものなのかな。これ言ってさ、なんか大荒れの模様みたいな、天気、悪天候みたいな感じにならない？じゃあ正直に答えた方がいいかな。正直に答えさせていただきますね。知りたい。人数聞いてどうするの？なんなのこれ。なんか拷問みたいな感じになってる。あの元カノになんか聞かれてるみたいな感じの彼氏の気分になってきました。せっかくなら人ぐらいです。人ぐらいかな。この人生の方何人って言われたら、その人数ですね。ありません。嬉しいとは思います。女性からでもやっぱりそういう、こう愛情的な面で好きだって言ってもらえるのはとても嬉しいですね。これくらいですかね。次、幽霊を見たことはありますか、また信じてますか。幽霊はね、信じてます。お化け的なものは信じてます。なんでかっていうと、まあ、見たことないからです。最近あったんですよ。多分これ誰に言ったんだろう。友達に一人にしか言ってないかも。つい最近実はあって、で、別にはっきりと見たわけじゃないんですけど、私が寝てるじゃないですか。この寝てたので、3時か4時ぐらいだったかな。3時半とか4時とかぐらいだったかな。寝てて、寝てた時になんかいきなりこの首元ら辺をなんかこうギューってされるような、なんかなんだろう、首を絞められてるわけじゃないんだけど、ギューってこう圧迫感っていうのかな、首に。うわ、なんか来たなって目が覚めるじゃないですか。苦しくて、あ、苦しいなんかと思って、ちょっと薄目を開けた時に、もうここをちょうど、私こうやって寝てるんだけど、ここにいたんだよね。ここにいて、なんかずっとなんか言ってんの。もう寝てるじゃん。で、あ、なんか息苦しいと思って、ちょっと目が覚めるじゃん。そしたらなんかずっとゴニゴニ言ってんの。うるせえと思って、うるせえな本当にと思って、いや
気にせずねえよと思って寝たいんだけど、なんか苦しいしうるせえしいい加減にしろよと思って、で最後そいつが多分死ねかなんかを言ったの、なんか私のムカつく言葉を言ったのよ、ゴニョゴニョゴニョってずっと言ってる中で。分かんないけど最後多分死ねかなんかを言われた時に、おいみたいなうっせえな、おいふざけんじゃん出て寝たの。あ、久しぶりに切れたと思って、多分そいつ多分ここにこう、うるせえよってやった瞬間に多分こっちじゃなくてこっちに移動してたと思う。そうで、思って寝るじゃん、あーうぜーと思ってこの辺にいるからさ、あーうぜーみたいな。でもなんか別に見えるわけじゃないのよ。久しぶりにすんげー切れてしまいました、幽霊に。あ、最初は怖いなってやっぱちょっと思ったけど、他にも怖いことってあったから、幽霊関係でちょっとなんか怖い思いを3回かな、3、4回したことがあるので、でもそいつのなんかもう耳元でしかゴニョゴニョ言ってこないぐらいの、なんかそんな肝っ玉ちっちゃいやつなのかみたいな肝っ玉ちっちゃいんだよと思っていうね、まあ多分手出しはできないと思いますけど、でもあのそういうのが最近ありました。でも怖いのは見るのが好き、ホラー映画好きだし。怖くない？怖いよね、ごめんね、ごめんなさい、怖いですよね。しかもなんか自分の言ってることも頭おかしいよね。あ、スタッフがなんか鳥肌立ってるって言ってる。大丈夫？大丈夫？まあね、でも本当に、多分ね、あの一番動揺するのは、あの、G に出た時。もう悲鳴上げて逃げる。その、撮影にエクトさんと行くと、あ、ハム太郎だってエクトさんが言うの。ハム太郎じゃねえじゃん。黒いさ、やつじゃん。黒いやつじゃん。黒いやつらじゃん。何をしても死なないやつらじゃん、半分になっても生きてるやつ、あすごい鳥肌立ってきた、あ本当にやだやばい、めっちゃ怖いあいつら、本当に無理。あ怖かったね、すごい怖い話だった、ごめんね、怖かったよね、私もすごい怖かった今。次行こう。じゃあ怖い話の後の楽しい話じゃないかな、これもまたもしかしたら怖い話の一種ですか人として苦手なタイプはいますか？人として苦手なタイプ？あ、一個あった。貧乏ゆすりする方。あれね、どう思ったのなんだよね。ふんごい気になるの。ふんごいな。そうだね、すんごい気になる。あ、思い出していいやつだ。なんかね、止めたくなるの、足を。なんだろう、なんか。ずっとこうやって横でこう動かれてるとってな、やりたくなる。そうだね、貧乏ゆすりはちょっときついな、見ててきついんだよね。あとは、言葉を結構私大事にするタイプなんですよ。で、言葉ってすごい難しいんですけど、言葉がちょっとうんっていう人、汚い感じの言葉を使う人、まあ、さっきのなんかね、私もあのクソとか言ったかもしれないんだけど、クソとは言ってないから、おいてめえとか言っちゃったかもしれない、幽霊に対して言っちゃったかもしれないけど、そのそういう言葉の汚いじゃなくって、使い方の場所で汚い言葉を吐いてくる方、面白くてやってるとか言ってるんだったら別にいいけど、その限度ってものもあるし、なんだろう、難しいね、言葉って本当に難しいと思います。でも言葉をすごく私が大事にするタイプなので、その人になんか失礼がないような感じのっていうのかな、そうだね、相手をバカにしたような感じで言う暴言が嫌いなのかもしれない。発する言葉がちょっとあまり綺麗じゃない方とか、貧乏ゆすりしちゃう方ぐらいかな。出たがらないんですけど、これもしかして誰かそこで引っ張ってます？待ってないねよし、いいです。最近ハマっていることは何ですか？最近ハマっていること、大悟人格と原神はゲームで常にやってますね。そ
最近いろいろさ、ゲームアプリが多すぎてさ、アキラからもそうだし、アンスタもやってるし、スカイもやってるしなって、崩壊もやってるし、やってることえ、なんだろうね、何でもハマっちゃうタイプ、何でもハマってる、やってること全部ハマってるって感じこれは名前出して言う感じ。結構私見るんですよ、 YouTube も。よく見るのがアルゴメトリさん、昔のヨーロッパの例えば暮らしとか、マリー・アントワネットは実はこういう人だったとか、250人殺した村人とか、そういうオカルトチックなものを喋る番組なのよ。アルゴメトリさん見てるかな。メイク系も結構見ます。メイクだと小田切さんとか、すごいなんかメイク技術がすごい綺麗なんだよね。ほんとテクニックがすごい。おすすめ品とかもやっぱ勉強になるので見てます。あとは濃いメイク系も、まあ、自分濃いメイクしたことないし、その知識がないので、多分マリリンさんとかリテさんとか、あとリッチさんとかも見たりはします。濃いメイクの達人ですって感じの。カットクリースとか得意な方とかは見てて気持ちいいので見たりしますね。はい、なんか恥ずかしくなってきた。あんま自分から主張しないというか、見てますって言わないし、こういうのが好きですとか言わないタイプなので、なんかうふふって思いながら、オタクなので、オタクだからうふふふとか、あすごいって思いながら見てる感じだから、何にしましょうかね。お、好きな化粧品のブランドを教えてください。一番はやっぱディオールが好きで、まあ、カバンもそうだし、化粧品もそうだし、なんか肌に合うんですよね、私の。なんでよく使ってます。カバンとか服とかも、なんか全てのセンスが私的にはディオールが好きで、あとはシャネルとかかな、好きなブランド。ディオールが好きかな。なんかグッチとかも時計がすごく可愛くて好きなんですよね。どのブランドも好きですね。でも化粧品って書いてあるから、化粧品だとやっぱディオールになりますかね。うん、右と左どっちがいい？本当に言う。なんか私のコスプレ人生が終わりそうなんですけど、これ多分もし言った瞬間に結構な傷を負うことになるよ。みんなも私も。それでもこの質問、誰だい書いたの、これ誰だい書いたの、本当にとりあえず見せろ。ちゃんとそのバックスタッフですね。お口が汚い、さっき言ったばっかなのに、なんか悲しくなってきた。コスプレ友達は何人くらいいますかというご質問です。次はコスプレ友達は何人くらいいますかって。いや、仲間はいるよ、友達なの。いや、いるけど、いるんだけど、コスプレをそのよくするとか、そう、いる？だって一人でコスプレほぼしてるんで、私。友達はいるよ、いますよ。何人くらい？何人って何？友達は多ければいいってほどじゃないですよ。多ければいいってもんじゃない。そう、大丈夫よ、ビール落ち着いて。あ、でも10人は絶対いる、10人いた。あ、もしかしたら私が友達だって思ってる一方的な片思いかもしれない。でもそれでもいいか。10人はいるよ。おお、これはまた濃いのが来ますね。答えたくない、OK、これはまた読んでいいのか、本当に大丈夫かなって感じのものなんですけど、
コスプレイヤーの加工はどこまで OK っていうご質問ですね。なんともシビアというか重い感じのなんか内容になりそうなんですけど、これは正直に言っていいものですか？包み隠さずぶっちゃけちゃっていい感じで、ま、前置きで一応言っておきますね。あのコスプレイヤーってもいろんなジャンルがあって、女の子、男装、その男装の中にもまたジャンルが分かれてあったりするんですよ。なのであくまでこれは本当に私の意見っていうので、あ、まあ、皆さんには取ってもらえたらなと、こういう加工に関しての、まあ、ご質問ですけど、まあ、どこまで OK っていうのをじゃあ私の考えというか私が思ってることはですね、言わせていただきますね。コスプレイヤーの加工を正直そのどこまでも OK かなって、まあ、私思ってるんですよ。コスプレって何ってなった時に、まあ、私の中ではウィッグをかぶってるのもコスプレだし、まあ、ウィッグだけしかかぶってないっていうのかな、もうそれもコスプレだし、こう衣装も全部揃えてメイクもしてとかいうのももちろんコスプレだし、なんかコスプレっていろんな形があるなと思うんですよ。キャラにまあ似てる似てないとか皆さんそれぞれね個人個人で意見はあるだろうけど、まあ、コスプレの加工どうのこうのっていうのはもうその人の自分がって感じかな、自分やる自分がどこまで納得するかっていうので私はどこまでもしていいと思う。もう自分が残ってなくても別にいいんじゃないかなとも思ってます。私の中でコスプレっていうのは結構自由な感じっていうんですかね、自由に誰でもその自分の本当に好きなキャラを表現できるっていうので、加工しても加工しなくてもそれも全部もうその人の好きだろうし、その人の思い描くそのキャラのイメージだろうから、誰にも正直批判する権利もないし何かを言う権利もないわけよ。で言われたからといって気にすることも全くないと思う、私は。それだって自分がねそれがいいと思ってやってるんだから、で自分の好きをね汚されてやっぱね嫌だ、嫌でしょ、嫌だよね、趣味あるでしょ、趣味の中で汚されて嫌じゃんなるよねそうなので、まあ、どこまでも OK かなと、自分が納得するまで納得するようにそのキャラを表現して写真でも動画でも何でも上げたらいいと思います。そうですね、あの自分の中でこだわりを持つのは全然いいことだし悪いことじゃないしすごいと思う。もうそれはどのジャンルにかけてもだと思う。コスプレ以外もそうだし、まあ、踊ってみたとかもそうだと思うし、他の、まあ、メイクさんとかもそうだし、だけどその自分のその正しさを人に押し付けるのはちょっと違うじゃないかなっていうのが、まあ、私の意見なので、私は本当に加工も加工しなくてもウィッグをかぶっただけ、メイクしてなくても衣装を着ただけでもそれは全部コスプレって言っていいと思ってるし、コスプレの分類に入るとは思ってますなんか影入ってきた、すごいなんか大丈夫、この神々しくなってってる、どんどん。ああそういうことありがとうございます、感謝しますいいこと言ってんのかな。でもこれはあくまで私の考えであって、他の人はそうじゃないっていう人もたくさんいると思うって感じですかね。本当にコスプレはねキャラをこう自分で着て本当に楽しいので、お金かかりますけどね楽しいので、もしなんか興味がある人がいたらウィッグだけでも買ってかぶってみたりとかしてみてください。楽しいので本当に。でもそれぞれ、まあ、撮影場所なりとかいろいろ、ね、あの業界コスプレもいろいろ分かれてるので、そこではなんかルールがあるかもしれないんですけど、そこはまたお勉強して、はい、行ってほしいなと思います。私はどこまでも OK だと思います。自由に素敵なコスプレイベントで、すいませんね、
まあ、たくさん、いただいたんですけども、かれこれ4時間ぐらい4時間ぐらい待ってますかね。いや、最後のこれは結構衝撃だったよ。ベストクエスチョン賞、そうだな、加工については正直そのなんか自分の中でのあれを語ってしまったので、また違うっていう人がいれば違うと思うし、ベストクエスチョン賞かだな。衝撃だったよな。あの、蚊ですかね、蚊に刺されますかだったっけ、蚊に刺されますかはちょっと衝撃すぎて、刺されないことなんてないよ、血通ってないのみたいな、あ、もしかして生きてると思ってないのかな。本当にありがとうございます、スタッフの突発的な企画にご参加ください。楽しかったです。で、まあ、少しでも自分のことをなかなか喋る機会がないので、まあ、こういう機会をくれたことに感謝しております。はい、ありがとうございます。皆さんもここまで聞いてくださって、今後もいろいろとちょっとやりたいことも、まあ、もちろんコスプレも、コスプレ以外もいろいろやっていきたいなと思ってるので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ります。はい、チャンネル登録と、グッドボタン、あとコメントとかもしありましたら、まあ、今回の件はちょっといろいろと自分の思いを話している感じだったので、そうですね、見ていただけると、コメントの方も楽しみに待ってます。またじゃあ皆さんお会いしましょう。